内装がまずすごいですね。ネオプリンセスで、ここまでこだわってるってすごいですね。そうですね、はい、長い。奥まで運ぶのね、ここまで行かなきゃいけない。ジェット TV をご覧の皆さん、こんにちは、カホです。今日もジェットの小賀店に来てます。そしてあなたのトラック見せてくださいということでやっていきたいと思います。こちらです。お願いします。お願いします。お名前をお伺いしてもいいですか？みゆきショーンの林です。林さん、はい、よろしくお願いします。すごいですね、トレーラーですか？ありがとうございます。いや、大きい。内装がまずすごいですね。そうですね、ネオプリンセスで、あとはメッキ類をつけたんですか？そうですね、メッキワイパーの方はジェットさんの方で、あとバスマークも。そうですね、アートフレンドさんのバスマーク。ドライバー歴とかって長いんですか？ドライバー歴は、トレーラーはまだ半年ぐらい。そうなんですか、はい。その前は何乗られてたんですか？その前はもうずっと大型トラックで、10年ぐらいですかね、だから運送業は。あ、そうなんですね、はい。その前は何か違う仕事だったんですか？その前も別に何も、もう最初から。今おいくつですか？まあ31です。あ、そうなんですね、はい。大型から始まって、最初は4トンの方から、はい、1年やって、はいはいはい、その大型ずっと乗って、じゃあもう9年ぐらい大型乗ってて。そうですね。で、トレーラー乗って半年ぐらいってなって、なんでトレーラーに変えようと思ったんですか？昔からの、まあ、憧れ、やっぱ大きい分かっこいいので、ちょっと乗りたくて、まあ、社長の方にお願いしたら、はい、乗させてもらうことになったんで。あ、そうなんですね、はい。免許も取りに行ったんですか？そうですね、免許も取りに行って、はい、今は全国各地、今日も仙台から帰ってきたばっかり。そうなんですか、はい。お帰りなさい。内装もこれだけ飾られてますけど、はい、これはもううちの社長が、はい、やってくれたんですか？すごい。ボディカラーはみんな会社で黒なんですか？そうですね、うちのボディカラーは黒なんで、はい、かっこいいですね。新しいですか？そうですね、車種的には17のスーパーグレードなんで、はい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 、まだ新しいですね。こんな感じ、なんか薄く青くなってるんですね。あ、エグゼクティブラウンジなんで、はいはいはい、いいやつ、一番多分最上級の、すごい、はい、を乗らせてもらってるんで。どういう会社さんなんですか？どういう会社、活気があって、はいはい、若いの20代から60代まで結構皆さん、はい、もうみんなガツガツと、はい、そして和気あいあいと、はい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 、楽しい会社だと思います。そうなんですね、はい。横からも見ていいですか？あ、どうぞ。いや、すごい、内装がすごすぎる。もう最初から乗る前からこれだったってことですか？そうですね、社長さんがつけて、はい、あ、すごい、ここも鱗ですね。そうですね、基本的に横はもう全体鱗、はいはいはい。会社のトラックはだいたい結構鱗とかで飾られてるんですか？いや、各々、さまざま、はい、さまざまから、基本的にはシンプルに、はいはい、そうですよね、はい。もうホイールの真ん中も赤、そうですね、赤らめが入って、すごい。ちょっと中見ていいですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。オープン、じゃーん、すごい、全部ぎっしり、すごい。ちょっと上がってみてもいいですか？ここまで失礼します。すごい、まだこれがついて撮ってないんですか？いや、すごい、びっしり。うわ、シャンデリアも超でかいのついてるじゃないですか。そうですね、リンゴと、でかっ、すごっ、上までびっしりですね。そうですね、ありがたいことに、うんうん、テンション上がりますね。いや、もうやっぱり最高ですよね。なんかこのグレードだからついてるものとかってあるんですか？このグレードになると、まずシフトノブなんかも、はい、ここがシルバーになってるの。ああ、はいはいはい。あとはそこのパネルも、はいはいはい、だって。ああ、なるほど。あとはさまざまにベンチシーターだったり。ヒーターついてるんですか、はい、すごっ、めちゃめちゃいいですね。この白いのは昔、か頭とかに、はいはい、なんかタクシーみたいな。そうですね。レトロ、うわ、すごっ、うわ、すごい、最高。ぜひつけても見てみます。ライトですか？右側の上、頭の上にいっぱいある。あ、書いてある。
シャンデリア、ナイアガラ、はい、これをそれは後ろになるんで、それつまみ回してもらえれば、わーすごい、ナイアガラ、まあ、回してもらえる、わーすごい、めっちゃ綺麗、毎日映えじゃないですかこのモニターも2個ついてるんですか。上がバックモニターで、それはあのデジタコ、会社が、はい、最新式のデジタコをつけてくれてるんで、すげー、最新はこんな感じなんですね。全てタッチパネルで、へー、ナビもついてますね。あ、デジタコに、デジタコに、そうなんですか、へー、あのアンドーマー、あれですね、会社の名前です、ね、そうですね、はい、それも黒とシルバーでシンプルな感じで、そうですね、一番でかいやつで、はい、今日仙台帰りって言ったじゃないですか、はい、遠いところでどこまでとか行くんですか。遠いところですと、うちはもう九州だったり、本当全国、本当に全国どこでも、はい、一番遠くてどこまで行ったことあります。一番遠くて、うちの人間でいうと宮崎だったりとか、もう鹿児島も行ってますし、あ、鹿児島、はい、すごいですね。唯一北海道ぐらいは行ってないんじゃないですか、ね、あ、まだ、はい、大変そう、今じゃ雪で、そうですね、え、仙台もそうですよね、仙台も雪降ってました、ね、すごかったんじゃないですか、はい、平気でした、大丈夫でしたね、その前は新潟行ってたんですけど、新潟の方がちょっと、あ、そうですよね、寒波で半年でそこ行くって超怖くないですか、やっぱ楽しいですよ、楽しいですか、はい、すごい、メンタル強い、はい、そうなんですね。物はどういうものを運んでるんですか。物もいろいろ食器やら、はいはい、家電だったり、はいはいはい、もう木材だったり、はい、もう何から何までなんですね。何から何まで、もう、うちは2トンから大型トレーラーと、あ、全部あるんですか、はい、箱車は全部あるので、はいはいはい、この辺もすごいですね。これカバーですか。そうですね、これカバーで、上もカバーで全部もう全部鱗、鱗で、はい、あ、ここら辺も明るめですね、全部、そうですね、全部シャシはもうすごい、下回りも全部明るめで拭いてもらって、サイドバンパーはここは4本なんですか。そうですね、やっぱヘッドの方はせっかく鱗もやってくれてる、はいはい、あ、見えるように、見えるように、なるほど、はい、すごい、ここまでフェンダーまで鱗ですよね。そうですね、ここも丸棒、そうです、もういろいろつけてもらってありがたいですよね、はいはい、このトレーラーの箱外してもかっこよく走れる仕様になってますよね。 そこまで全部鱗ですもんね。そうですね、中も全部鱗に、すげえ。これ取って走ったりもするんですか。そう、まあ基本的にはあまり取る機会はないんですけど、はい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 、他にもあと3台トレーラーあるんで、はいはいはい、まあその仕事によって、あ、なるほど、はい、外す機会もある、はいはいはい、でもなかなかないのにここまでこだわってるってすごいですよね。そうですね、はい、大きく、そうですね、丸年で、はいはいはい、はい、会社のマークが、うちの社長の名前だったり、あ、そうなんですね、はい、社長のゆかりのある、はい、一文字なので、そうなん、まあ、ちょっとそれを背負わせてもらって走らせてもらってます ね、はい、目立ちますね、後ろから見たらすぐ分かります。そうですね、何か悪いことできない、はい、テールもなんかめちゃめちゃ変わってませんですね、あんま見ない、うん、シーケンシャルなので流れたりとかもするんで、はい、中って今なんか積んでたりするんですか。中何も、干渉剤だったり、あの資材だけで、見てみたいです。あ、どうぞ。すごい、長っ、すごい、こっちもいいですか。あ、どうぞ。すごい、でか、長っ、すごいですね。そうですね、やっぱ長さは迫力ありますよね。登ってみてもいいですか。あ、どうぞ、の大丈夫ですか、はい、すごい、入ったことないです、トレーラー。え、すごい、長い、すごい。え、これバラで積むことあるんですか。あります、あります。え、果てしなくないですか。ああ、果てしないですね。やばいんだけどだってまず奥まで運ぶのに、ね、こんなここまで行かなきゃいけない。そうですねやば、長、積み下ろしもあるんですか。積み下ろし、はい、あります、あります。基本的には自分で、はい、全部積んで下ろして、うん、はい、あっちの、あの卸先のフォークマンがやってくれるとかないんですか。ないですね、自分はもう全部
自分で積んで自分で荷物を下ろして、はい、そう、じゃあもう達成感が結構、そうですね、もう夏場がちょっと怖いですけども、はい、下ろすのにちょっと降りますね、怖っどうやって降りよう、そう下ろすのに、はい、なんて言おうと思ったんだっけ、かかる時間、あ、そう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 、はい、どんぐらいかかるんですか、ものによりますけど、はい、まあ大きいものだったら、はい、だいたい仙台とかだったのは40分ぐらいで終わった、あでも細かくなるとまた2時間とか3時間かかりますね、やっぱかかってきちゃうんで、あっという間に1日終わっちゃいますね、そうですね運転して降ろして積んでってやってると楽しんで、うん、はそれも早いです、はいはい、反対側じゃ見ていいですか、はい、工具箱がある、そうですね、秘密の工具箱、秘密の工具箱って書いてあるこれは白なんですね、そうですね、なんか何入ってるんですか、そこは秘密になるんで、秘密になるんですね、はすいませんでした、ご家族は、ご家族はいます、奥様と嫁と子供が3人、あ3人いらっしゃるんですか、はい、でも長距離で帰ってこなかったりするんですか、そうですね、帰らない日も、あるんで、うん、まあその時はちょっと寂しいですけど、休みで帰ってきた時に来てくれるのを見れば、はいはい、あ、じゃあ全てが降ってくる、あ、全てが降ってくる、そうですよね、かっこいいってやりますよパパ、そうですね、やっぱこんだけいいトラックを、はいはい、乗らさせてもらってて、やっぱ、はいはいはい、パパすごいってなりますよね、そうです、全然すごくないんですか、いやすごいですよなりますよ本当に、リフォームのゴミの回収というか、あ、廃棄みたいな、タイヤカバーとか買ってきたら、はい、ミリ単位で入んなくて、もうつけたいから、はい、タイヤは入れてないっす、みゆき将軍さんは稼げるんですか、はい、稼げると思います、はい、あ、そうなんですか、まあ、もちろんその人のやる気次第だと思います、はい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 、とかもあると思いますけど、はい、働き方次第というか、そうですね、まあ、社長が本当みんなを幸せにしたいっていう、はいはい、気持ちでやってるんで、はい、他のところよりかは稼がしてもらってると自分は思ってるん で、 そうなんです、はい、本当に未経験の方も、はい、結構多いんで、あ、そうなんですか、はい、それをみんなで助け合いながら、はいはいはい、本当に、まあ、やってるんで、そこから結構皆さんステップアップされてきた、そうですね、どん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 ステップアップして、もう今じゃ一人前になってるドライバーもいますし、はいはいはい、結構皆さん長く続けられて、そうですね、まあ本当長く続けられる会社であると思います、はいはい、インスタとかやってるんですか、はい、インスタ、はい、みゆき将軍で調べていただければ、あ、はい、インスタも TikTok も、あ、そうなんですね、はい、そちらで他の車両も、まあ、あ、機会があれば もちろんジェットさんでも他の車両、はいはい、あ、はい、ぜひぜひまた紹介していただければ、はい、じゃあ気になる方はインスタで調べてみてください、はい、インスタと TikTok いいらしいですよ、みゆき将軍よろしくお願いします、はい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございます、でステッカーなんでよかったら飾ってください、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、じゃあ今日の動画はここら辺で終わりたいと思います、チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします、また次回の動画でお会いしましょう、バイバーイ、ここでお知らせです、実はトラックショップジェットの各店舗でインスタグラムやってます、新商品やお得な情報が盛りだくさんです、で各店舗のインスタグラムのアカウントは
こちらの概要欄に貼ってあるので、ぜひ飛んでみてチェックしてください。バイバーイ。